浜田隆博は株式会社 MBS ラジオの初代代表取締役社長。アミューズのマネージャーや放送作家としての活動を経て、1992年に毎日放送へ入社。入社後はテレビラジオ番組のプロデューサーを務めていた。大阪府河内長野市の出身で、大阪府立長野高等学校から関西学院大学を経て、アミューズに入社。アミューズでは、 当時在籍していたカモン達夫のマネージャーを務めていた。カモンがパーソナリティを担当していた MBS ヤングタウンへ出演したところ、独特の笑い声やチロリンという愛称で人気を集めた。このチロリンという愛称は大学時代に所属していた放送部の先輩から無理やりつけられたもので、後にその先輩とは放送業界で再会、その際にチロリンと呼んだため、 周囲の人間たちも呼ぶようになり、この名が定着したという。やがて、アミューズを退社した上で、フリーランスの放送作家へ転向毎日放送の番組でメイン構成を担当したほか、探偵。ナイトスクープでも放送開始から2年半にわたって、構成に携わった。1992年、毎日放送にテレビ制作スタッフとして、中途入社。 数々の TBS 系列全国ネット、関西ローカルのテレビ番組プロデューサーを務めたほか、ラジオ番組、XXXX のプロデューサーを務め、高隅津が担当した火曜日では、パーソナリティとして出演もしていた。2005年9月から2012年7月中旬まで、水野巻の魔法のレストランの制作を務めていた。2010年代の中盤以降は、 毎日放送の局内で管理業務に従事。制作局次長兼制作部長、制作局次長、エムビジョン推進室長を経て、2016年6月23日付で取締役に就任した。2017年6月21日までは制作局長を兼務したが、後にエムビジョン推進室、アナウンサー室、制作、東京制作室、事業担当を経て、 京都プロジェクト室、テレビ営業局、スポーツ局を担当していた。毎日放送による、ラジオ放送事業の分社化に伴って、2021年4月1日からは、この事業とラジオ放送免許を承継した、株式会社 MBS ラジオの代表取締役社長を兼務している。2021年4月1日付の新体制に、関する、お知らせ。ありがとうございます。